みなさんこんにちは。こんにちは。楽しき夫婦でーす。今日は何月何日ですか。11月22日です。いい夫婦の日でーす。ということで今からちょっとデートに行きましょう。行ってきたいと思います。レッツゴー。ゴー。あ、ごめんごめんごめん。ということで、はい、まずは恵比寿にやってきました。恵比寿っていうのはこのタイトルにある代官山から中目黒に結構近いんですけど、うん、でもう結構もう暗くなったっていうか、まあ、天気かな、これは天気が悪くなった。このカメがね、忘れ物をしてすいません取りに帰る、そして私はお腹が痛くなってしまっていろいろ事件があっての今ですけど、まず恵比寿に来たのは、私いつもね、たまに動画でかけてると思うんです、金のメガネを恵比寿で買ったんですけど、 それの鼻のね、支えるここの部分がバキって折れて、うん、もう毎日毎日こんな団子花もうこれ以上支えきれんわみたいな感じで取れてしまいましたなのでそれをね、それを今から直しに恵比寿のメガネを買ったお店に行ってきます。はい、そっから代官山まで歩こう。そうやな、はい、どこやったっけ、こうちゃん。もうすぐ目の前。ああ、そう、あのメガネの、そう、なんとね、私がメガネを購入したところが、うん、の向かいがなんかタルト屋さんかなんかになってて、うん、そう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 、でこの前うちらいつも千鳥のお二人が好きで、うん、あのよくね、で愛席食堂、じゃ千鳥、テレビ千鳥、テレビ千鳥っていうやつで、大吾さんがね、ノブさんの誕生日になんかタルトを買うみたいなで、ここが出てて、やってないんだけど、やってないな、うん、行きたかった今私の愛しの丸メガネちゃんを修理に出してきました、はい、そしたらまさかのあのコーチェンのこのメガネも同じところで買ってんけどさ、まさかなんかパーツ取れてますよみたいななんか取れてんの気づかへんかったな。気づかなかった、よかったよかった直してくれた瞬時に。それで今からどこ行く。今から代官山歩きて行きましょう。そう、私代官山、まあ、東京で結構代官山が上位、好きな街。それみんなそうよ。あ、そう人気の街。あ、人気の街なんや、うん、まだあんまり東京分かってへんけどさ、うん、なんかおしゃれな感じがあって、そうそうそう、噂によると芸能人とかも住んでるとかなんとか、うん、で中目黒さ、うちらめっちゃ行ってるやん。結構行ってる。あの桜がめっちゃ綺麗なとこなんですけど、うん、日本に1個しかないスタバが中目黒にあって、そこに結構何回か行ってるよな。そうそうそう、こうちゃん覚えてる、チョコレート屋さんさ、うん、行った覚えてる、中目黒のビーントゥーバーグリーンビー、そう、うん、それもなんか久しぶりに今日行けたらなとか思ったり、いい、ね、うん、めちゃくちゃ懐かしくない。3年ぐらい前に多分そのグリーンビートゥーバーみたいな、うん、私がちょうど東京に来たてぐらいの時に行ったなみたいな、懐かしいなってことで、ね、でもな、今日他にも行きたいとこ見ちゃって、うんうん、ずっと気になってた IB プレイスってとこ知ってる、うんうん、聞いたことある、有名なとこで。そうそうそう、そこも行けたら行きたいし、うん、なんか平松系列の、うん、平松っていうなんか全国的に有名 なんか高級レストランみたいなのがあるんですけど、うん、その系列のカフェも行きたくて、うん、でそのグリーンビーントゥーバーも行きたくて、うん、でチーズケーキ屋さんも行きたくて、うん、でミュージアムのカフェも行きたくてめっちゃいっぱいあるいっぱいあるね。さあどこに行こうか。次どこに行ってるでしょうね、私たちは。楽しみだね。お楽しみに。着きました。めちゃくちゃおしゃれなカフェです。すごい、めちゃくちゃ雰囲気の素敵なカフェにやってきました。ここはミュージアムに併設されているカフェで、こうちゃんもね、今自然にしてるんですけど、なんか絵になってるような気がします。気のせいかしら、気がします。すごいな、ここ。すごいいいね。めっちゃいい雰囲気やな、うん、ちょっと聞いてもらっていい、うん、私今日いきなりめっちゃ痩せてめっちゃ痩せたって。いきなりめっちゃ痩せてなんかずっとそのレディースデイズやって、うん、でそれに気づいてなかったんけど、うん、それが多分原因で、うん、全然なんか体重最近落ちひんなとか思ってて、うん、まあ、でもちょっと結構そのプリンとかさ、チーズケーキ結構食べたやん、うん、それでかなみたいな。その割には増えもしひんなとか思って、で昨日か今日ぐらいに終わって、で今日の朝体重測ったら
一気に体脂肪率もめっちゃ下がって、てかいきなり目標を達成して、あ、そうなの、そう、だからそんなことは、目標って今月のやで、うん、え、こんなことあんなんて、まあ今までの努力です。なんか今日のそのカフェのルールは、うん、スイーツを頼む場合は、私はこうちゃんの一口ないし二口をもらえるっていう、うん、いいよ全然、場合によっては半分、いいよ全然いやでもやっぱほら結果出てきたから、うん、ここで油断すると、そう油断、はい、そう、やっぱ結果出てへん時の方が、はい、こんなケーキ一つ食べたぐらいでそれはダメだね、変わるわけないわと思って食べるけど、うん、やっぱ結果出てきたらもっと戻りたくないやん、うん、だから慎重に、で今日は早歩きで歩く OK ティーが来ました。こうちゃんは、あ、ドリップコーヒーです。おしゃれな食器、そう食器もめっちゃかわいい、あたっつあっつ気をつけて、あつで、ミルクを入れて、私はね、あの大好きなウバのセイロンウバティーを頼みました。じゃあいただきます。落ち着きますね。美術館もさ、昔結構行ってたよな。あ、コロナ後も行ったけど、うん、コロナ後っていうかコロナ禍も行ったけど、コロナ前の方が行ってたような気がする。美術館デート、うん、また行きたいな、美術館、うん、海外の美術館行きたいね。こうちゃんオフィッツ行った、それフィレンツェだっけ、フィレンツェやった気がする、イタリアの、多分行ったと思う。こうちゃんが一番良かったって言ってたのがオフィッツェじゃなかった、一番良かったの、あ、そうそうそう、受胎告知でしょ、受胎告知のやつ、そう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 、だからなんかいいな、絵を見ながら紅茶が飲めるカフェ、ね、うん、なんかこういうさ、うん、継ぎ足すスタイルなんか変わってんな、ね、なんか紅茶みたいやな、そう最初なんかすごいちっちゃい感じだったけど、うんうん、継ぎ足しでこう珍しいコーヒースタイルです ね、うん、美味しい、美味しい、結構ゆっくりしたらかなりもう日が暗くなってましたね、ね、でもまだ4時過ぎぐらい、うん、そうや、うん、なんかもうだいぶ日が短くなりましたね、ねなんかすごい時がゆっくりしてたカフェって感じやったの、すごいいいとこだった、めっちゃ良かった、うん、想像以上に、そう見ててんけど、うん、インスタとかでもそれ以上にすごい広くて、ね、絵もすごい綺麗な絵があって、うん、なんか一人で無心になりたい時におすすめですじゃあ二人で無心になりたい時は、二人で無心はりなちゃんとだと無理かな、喋るからそっか、ということで、はい、次も私がもうめっちゃ行きたいなって思ってた、うん、カカオエットパリさんというところに行きたいと思います、うん、行きましょう。それはね、あの中目黒で食べログカフェ検索したら1位やね、うん、でそこの名物がな、四角いシュークリームで、すごい半分こしやすいよ、あ、いいよ半分食べてくれるのねすごい、他のケーキも美味しそうなので、ね、ちょっと消費しながら行こう、行こうそういうしてる、そういうね、縦の動きあ、ここさ、うん、いつか行ってみたいと思ってて、あ、そうな、そう、めっちゃおしゃれやな、ここ、ね、え、こうちゃん、ここカフェミケランジェロで、ここミケランジェロって書いてある、そうや、あのここ、後で行くとこやで、ここやったまさかの、まさかの、そうな、ここ行ってみたかった、そう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 、あ、そうなんや、有名なんや、あ、まあ、うん、有名やから検索して出てきたんやろけどさ、うん、すごいな、おしゃれやな、めちゃくちゃ、ね、後で行く予定、やった予定通り行けばやで、そう、四角いシュークリーム食べてからここでプリン食べ、四角いシュークリーム5秒で食べようあ、でもほんまちっちゃいから、あ、ちっちゃいんだ、よかった、すごい、なんかそうカフェミケランジェロって調べたら結構、え、こうちゃんここ平松のとこ、平松のとこだ、あ、そうや、さっき言ってたやん、全部なんかそうや、なんか平松のとこやから行くって言ってたやん、うんうんうん、そうや、いや、よかったやん、こうちゃん、今日夢叶うやん、おめでとういけるから、でもまだ安心はできない、うん、そうやで、そう、そのカフェタイムが5時まで、5時半までか、なんか書いてたからな、
そろそろここです。あ、多分ここだ。これやんな、うん、すごいピカピカしてる。じゃーん、このキラキラしてるピンクの、ここです。ちょっと見てみましょう。もうすでに甘いいい匂いが私の鼻の元まで届いてます。行ってきます。すごい。これが、そう、これが四国一周グリームらしいです。美味しそう。もうそれはゲットする。ゲットゲットする。すごい。でもなんかめっちゃいっぱいある。どうしよう、ね、どうしよう、揺らぐダイエット心お目当ての四角いシュークリームありました。かわいい。めっちゃ美味しそう。そしてこちらがタルトカカオエットというピーナッツキャラメルタルトらしいです。絶対美味しいやつやん。美味しそう。じゃあいただきましょうか。いただきましょう。いただきまーす。え、行くで。いいよ。ケーキ入刀すんで、うん、合ってんのかなこれで。え、いいのこれ。じゃあ切りますね。さっきりなちゃんちっちゃいって言ってたけど、すごい。あ、すごい。ちょっと待って。あ、すごい。すごいクリームがぎっしり入ってる。ね、美味しそう、うん。じゃあいただきます。いただきます。美味しい。美味しい。約束の半分となりました。はい。いや、幸せやな。ダイエット中にこれ食べててもいいんかな。いいんやろ、はい、え、いいのこうじゃん。いつも私新品の方食べて。もちろん。いただきます。いや、こっちも結構本命っていうかさ、すごくない？めっちゃ美味しそう。美味しそう。だって店名がついてる。え、あ、そっか。そう、確かに。ふうちゃんこれ切れへんかも。じゃあ貸して。結構いいよいいよ。なんか硬い。タルトでしょ。そう、タルト。あ、すごい上手。はい、あ、すごい上手。 ありがとう。いただきます。あ、ああ、やば。好きなやつ。あ、これやば。おお。美味しそう。なんかこうじゃん、切るのうますぎやん。美味しそう。いや、やばいね、これ。美味しそう、この断面図。マジ、ほんまにこれ選んだ私を今褒めて伝えてる、自分の心の中で。やっぱ、美味しい。食べたいな。はい、あげます。いただきます。うん、うん、来た。こうちゃんのこの顔珍しいで。映ってへんけど。うん、こうちゃんは結構あの、なんていうの、反応が薄いやん、どっちかっていうと、うん、リアクションが。でもそれがこんだけ目眼開くってことなんです。これ相当すごい、相当美味しい。え、もう一角だけ食べていい？もちろん。え、いいの？いいよ。ちょ、今一番おいしいとこ食べてしまったかもしれん。あ、また違う。中央の。あ、そうだ、これ。いや、真ん中のなんかめっちゃおいしいんやけど。これ、これかな？これがめっちゃくちゃおいしいんやけど。いや、全部おいしいで、もちろん。やけど、これ、何？めっちゃおいしい。いい夫婦の日って最高やな。めっちゃ美味しかったな。美味しかった。さっきのカフェミケランジェロ行く？行きたい。そう、こうちゃんがずっと行きたいところをたまたま私調べてたからさ。じゃあまた今からちょっと消費しよう。消費して。さっきの分。上り坂だから次。あ、任して。もう最近もう坂とか来たらシャーッと消費ポイント来た。すごい。もうダイエッターじゃん。もう完全なるダイエッター。すごい、下から失礼します。ということで、すごい素敵なカフェミケランジェロさんにやってきました。念願のこうちゃん、念願かなって。おめでとうございます。ありがとうございます。私のおかげで念願かなって。おめでとうございます。ありがとうございますこんな素敵な中庭の席があるなんてつゆ知らずって感じで、すごいね。今あのめちゃくちゃ落ち葉は落ちてくるんですけどそれもまた良き、それもまた秋をね感じます。はい、入れる？あ、大丈夫。ありがとう。暑いし。そう。入れそう。私はアッサムティーにミルクを注文しました。で、一応こうちゃんがミケランジェロプリンを注文したってことになってるんですけど、はい、もちろん奪います。もちろんです。いいの？あげます。ありがとう。だってスプーン2個
くださったの。そう、すごいなんか優しいな、店員さん。いただきます。いただきます。あのここの席、うん、すごいいいねんけど、うん、屋根がないから、うん、結構強風がバーってきたら、うん、落ち葉がドゥドゥって降ってくるから、そう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 、ちょっと飲み物に入らないプリンとか、ま、守らん。温まりますね。嬉しい。いや今ちょうどいい季節。うん、うん、そうだね、うん、これ以上寒いと、うん、ちょっと外厳しいなってなるけど、うん、なんかさ、ウェディングフェアとかも行ってみたいよな。行こう。前の動画でも言ったけどさ、うん、1回も行ってない、落ち葉一回も行ってないもんな、うん、行ってみよう。行ってみよう、うん、だから平松系列は絶対行ってみよう、うん、え、こうちゃん、プリン食べていいの？ちょっと落ち葉から守るという意味でも食べるな。もちろん、もうなんかザ・プリンって感じの、クラシックプリンって書いちゃったな、うん、いただきます。うん、おいしい。思い描いてたプリン。そう、なんていうのかな、あ、このプリンむっちり系やなとか、うん、このプリンちょっとドロッと系やなとか、うん、じゃなくてもうザ・プリンこれ、これプリンみたいな味。キング・オブ・プリン。そうそうそう、キング・オブ・プリンまた違うかザ・プリン。ザ・プリン、うん、うん。この大型スプーンもいい。あ、美味しい。美味しいよな、めちゃくちゃ。ザ・プリンなんだけど、うんうん、バニラビーンズが、あ、いい味来て、うんうん、好きな感じ。うん、やっぱり最近さ、うん、プリンも進化しててさ、めっちゃ進化してる。トロトロ系とか。そうで、逆にクラシカルちょっと固め卵プリンみたいな、うん、やっぱいいよね、こういうのも。やっぱそう、いや、でもこういうのっていうか普通めっちゃ美味しいプリンやと思う。これ美味しい、めっちゃ美味しい。なんていうの、昔ながらなのか、結構美味しくない？まあ、でもプリンってこのイメージ、そのトロトロじゃないじゃん、うん、これそう、うん、だ、なんていうの、形を保ってるんで。そう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 、幸せだ ね。私はこうちゃんといる時に、うん、結構こうちゃんといて幸せとか言うやん、うん、でもこうちゃんは全然言わへん。そんなことない言ってるけどえ、そうなん？頻度が違うね。私といて幸せ。それか聞いてないんじゃん。聞いてない。え、いつ言う？じゃあ話聞いてない時あるじゃん。え、そんな大事なこと聞き逃してる？言ってる言ってる。そう、みなちゃんといて幸せって思う？言うこと、言ったことあるよ。言ったことあるのレベルかい。そう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 いうのは意外と私の方がいい。うん、でも幸せって思う瞬間が多い。まあ、手紙とかには書くけど、ね、ああ、そっか、確かに確かに。あ、それで言ってるってことね。いや、口でも言ってるじゃんいや、こうちゃんさ、言ってるって言って言ってないことめっちゃあるから。あ、いつもなんか、だいたい私で会話終わるんですよ。なんか、っていうのも返事しーひんから。で、こうちゃんは返事してるんやって。で、分からへん、それがほんまにしてんのか聞こえてないんか。いや、多分してないと思う。いや、いや、なんか、まあ、別に返事がなくてもいいような内容ではあんねんけど、雑談みたいな。それで、うんとか言ってほしいね。言ってるって、最低限で、うんとかやったら、あ、聞いてくれてんねんなみたいななんねんけど、多分、もう、うん、だから、でもちょっとボリューム上げてよ。うん、聞こえるかな、この前そう、ずるいやん。そんな私の耳の近くでくっちゃないもん。そうだね、うん、聞こえんなんかさ、小さい不満ってさあるって言うやん。それ小さい不満、そのがいやいやいや、なんていうの、例えばじゃ結婚生活して、うん、大きい不満とか大きい事件とかさ、例えばなんか浮気とかは、うん、まあ、決定的やけど、うん、小さいチリツモでなんかもう嫌になる人もいるとか聞いたことあるけど、うん、でも別にそのが嫌で嫌になっても無理とかはない、全然ないけど、うん、小さい不満ってどういう感じなのかな。そう、積もるって何なのな。なんかよく聞くのはその靴下脱ぎっぱなしとか。あ、それ私やん。ちょちょちょ、小さい不満になってる。じゃあ男性が、じゃあ仕事帰ってきました、うんうん、靴下脱いで、うんうん、リビングにポッポを脱ぎ出す、はい、まあ言ったら小さいことじゃん、別にそれを。あ、だからそれがじゃあ1年間、うん、5年間、10年間それをずっとやる。あ、で10年目にいきなり。いやいや、それは1個で。あ、食器を台所に持っていかないとか、それは小さい。そういうことか。じゃあ結局家事なんか全部。そう、あとはソファーで寝るとか。
寝ちゃうとか、あだから歯磨きしないで寝ちゃうとか。それは嫌やけど。でもそういうことは実際って言ったら、それがじゃあ一日だけいつもちゃんとしてるのに、たまたますごい疲れてて忘れて寝ちゃったら別にいいじゃん。いいな。それが1年続いたりとか、毎回。なるほど。あ、それはやっぱ結婚前には分からへんかったってことか。分かんないじゃん。また旅行とかはちゃんとするじゃん、やっぱ。旅行行ったらちゃんと歯磨いたりとかさ。結婚前に旅行とか行ったりして。あ、そういうことね。そう別に靴下も脱ぎっぱにしないかもしれないし、旅行だって。確かに私それ小さいか中ぐらいか大きいか分からんけどさ、歯磨かんと寝るのは嫌かも。寝られたら、だって次の日も無理やん、臭すぎて。それが本当になんかめちゃめちゃ疲れてて1日だけとかだとまだいい、歯磨かず。普段はちゃんとしてるけど、あ、じゃあ1年に1回とかやったらまああるかもしれんけど、それは許してくれる感じでしょ。まあギリギリでも。そんなギリギリじゃん。いや多分でもこれ歯列矯正した人あるあるかもしれんけど、歯がめっちゃ気になる。まあとか、そう、虫歯ができたら嫌やとか、なんかもうフロスもしてほしいし、なんかすごい磨いてほしい。で自分も気になるし、でその次の日の朝腐って起きた際から、もうこう寝ててさ、って起きたらさ、もうその日の一日のスタートがさ、もう腐って始まるやん。ああでもなくて、それ突っ込んだしねんけど。いや、そうだと思うよ。気をつけよ、本当に。そういうことか、そういう小さいこと。小さいんだと思うよ、それって。いや、だって浮気はもうその一日でアウトじゃん。まあ一日、そうやな、無理無理。アウトな人もいるじゃん。無理。だけど、まあ、靴下をほっぽり投げるのが普段ちゃんとしてるのに、その1日だけだったらまあってなる。あ、じゃあ1日で無理。あ、じゃあ3日で無理になったらいいってことか。3日連続靴下。そう、3日連続やったらもうその先もやるもん。でもそれさ、すごいと思う。その人がすごい。だって靴下置いてあって気になるってことはすごくない？別に気にならんよ、私置いてあんなみたいな。りなちゃんは靴下脱ぎっぱより靴下が至るとこにある。そうね、で置いてんねん、それ全部置いてんねん。この靴下は夜寝る時用でみたいな、置いてんねん。それを僕が片付けちゃうの、うん、そう、あ、ないみたいな。まあ、いっか、別に。だったら洗濯してくれんねんたら、まあ、新しいのにしようみたいな。それは別に嫌じゃないの。そう、全然嫌じゃないの。奇跡の組み合わせ。あ、靴下あったって拾って洗濯機に持っていく。そうで、私は、ね、寝る時の靴下は寝るときやで、ね、一番綺麗な状態や、ね、お風呂入るからな、だから2日ぐらいは一緒の靴下でいいやって思って、寝るときは、ま、あの普段の靴下は絶対毎日変えて、だから1日使ってなんか洗濯物増えてもなと思うから、2日目のやつは置いとくね、別にそれがどこの位置か決まってるわけじゃなくて自分の中で覚えてね。でそれをこうちゃんが持っていったら、まあ 洗濯も増え、ほんま毎日洗いたいけど、増えるかなと思って置いてただけやから、別に、あ、じゃあ新しいのでいいよみたいな感じで今回ってんじゃん。まあよかったね。ありがとう。それが嫌な人もいるかもしれない。あ、絶対 いるやろな、だからこうちゃんも別になんか服が置いてあることもあるけど。あ、そうね、山になってんのとか。だから本当はあのコート掛けみたいなのを、玄関とかに。てか服が多すぎる、多すぎるってか収納が少なすぎるのか。理想は玄関入ってさ、やっぱコートを脱ぎたいじゃん、冬は。あ、すぐね。でそこにかけるのがやっぱり一番。そっか、そういうもんなんや。一番いいじゃん、だってそのあんまり外のさ菌とかついてるから玄関に。それがあれば別にかけとけば。そっか。いや、こうちゃんが気になるのはなんか服が片付けるとこがないやん、なんか山になってるやん。いや、それはちょっと嫌やなって思うけど、別にそれは小さい不満でもない。別に嫌やな。あれはちょっと収納がないという、本来めっちゃ片付けたい人だから。そう、だから収納がないよな。ないだからまあしょうがないなみたいな。ほんま私は多分、着た後の服をポイッと置いてるタイプで、これで多分一番あかんタイプで、こうちゃんは洗濯後のやつが山になってる。しまうところがなくて、あったらもうめっちゃ綺麗にしまうタイプなんだけど、今はないだけです。そう、だからそういう、それが小さい不満ってこと。その山になってんなみたいな。人もいいんじゃない。だから分かった、責任感がないってことや。多分他の、その嫌やなと思う人は、自分が片付けなっていう責任感があるってことや。その山を見て、はぁ、片付けな自分がみたいな。でも私山を見てなんか山になってんなみたいな。
置いとくから。そういうこと。なんか別に全然いい、ほっとこうみたいな。でもさすがに10日ぐらい山になってたら、でもコロナ言ったらさ、ちょこんな何なんこれとか言うやん、うん、この山何って言ったらちょっと受けてくれねん、うん、だからそういう、それで別になんか積もってる感じじゃない、小さい不満が積もらへんっていうか解消されるって、もうまたゼロなんで、うーん、今のとこない、小さい不満ない、全然いい。そう、絶対私、ね、普通の人やったら小さい不満いっぱい貯められると思う。私と一緒に住んでる人めっちゃ不満やと思う。そんなことないよ。そう、なんか自分のタイミングでやりたいから、靴下も自分の思うとこに置きたいだけ置いてて、あの落としてんのちゃう。不満じゃないけど、うん、その睡眠をいっぱい取ってほしい。結構睡眠時間短いのが心配。あ、私が。そう、だから寝れへんねんな、起きてしまう。結構寝るの遅いじゃん。あ、まあ早く寝たい。でも最近ちょっと早い。いやでももうちょい早く。でもそれで朝起きられるから別に短く、うん、りなちゃんって。てか起きてしまう、寝たいけど。でもそれは心配なんだよ。ありがとう。それもうちょっと早くなったらいいかなっていう。でもだんだん早くなっていくんじゃないかなと思うんだけど、どうなの。こうちゃんのこうちゃんのご両親さ、めっちゃ早い。7時とかやん、うん、え9時 ?7 時寝るの。そう、父親だけ。めっちゃ早いよな。めっちゃ早い。今からみたいな時にもう寝てはるの。朝も早い。めっちゃ早いな。5時は絶対やな。それはいいんじゃないの。それはいいと思う、うん、でもどこまで行ったらいいの。例えば2時に起きるとかってもう新聞屋さんみたいな感じ。アナウンサーとかまだ夜やんみたいな。いやいや、あ、でも5時理想やな。結構私5時早いんだよ。6時とか。そうやな、6時でいいねんけど、5時に起きれたらなんか1日をすごいなんかいい感じにできそう。という感じで、なんか知らんけど自然に撮ってたらめちゃくちゃ長くなったまあでもさ、ほら、いい夫婦の日に小さい不満を語る、うん、なかったけどね。なかった。いや、私いつもハラハラしてる。こうじゃん、小さい不満ないかなって。でもなんか、でもやっぱ嫌やろ、そんな。普通は靴下置かれたら。だから別にいいもん、置いてあっても片付けちゃうから、うん、勝手にむしろなんか聞くじゃん、片付けていいって、うんうん、申し訳ない、片付けたら嫌かなって。全然いい。使う、なんか全然もう全部片付けて。あ、本当に全然いい。聞かなくていい、うん、全然郵便物とかも開けてみていいし。それは別に全然いらんかった、捨ててほしいただね、一個気になってたのが、何何、その結婚前に言ってた、うん、なんか自分一人の時間ないと無理って言ってたのが、あ、無理と思ってたな。今ほぼないじゃん。ほぼではないけど、なんていうの、別に休みの日とか一、うんうん、人の時間ないじゃん。一人の時間とかわざわざ二人で家にいるのに、うんうん、ちょっと一人になりたいみたいなの一回もないそれはないな。え、でもそれが必要って言ってたよ。でもな、私一番心配してたのがお昼寝をさせてくれるかどうかな、うん、私そう、さっきこうちゃん言ったけどさ、夜寝れへんタイプやから、うん、夜寝れへん代わりに昼寝てか、昼寝してるから夜寝れへんのかもしれないけど、あ、でもそんな長く寝てないけど、お昼寝の時が幸せって思うから、それをなんかできひん感じやったら、あれやん、できひん感じって、なんとなくなんかお昼寝したらちょっと機嫌悪いなみたいな、そういう感じやったらちょっと嫌やなと思うんだけど、全然おやすみって感じやん、こうちゃん。いや、むしろ全然昼寝しないタイプだったのに、うん、するタイプになっちゃった私昼寝した方がなんか調子がいいタイプやから、うん、だからそれな、そのリズムな、もうドイツの生活やね。ドイツにいた時に朝めっちゃ早く起きな、練習して取れへんやん、うん、だからで夜も遅くまで練習するやん、うん、だから夜遅く寝て朝早く起きて、うん、で練習するやん。である程度時間経ったら追い出されんねん、練習室もどいてって、うんうん、でそうしたら家に帰って、うん、一旦寝て、うん、ご飯食べてまた学校行って、うん、だからなんか1日が2日みたいな感じってこと。それ一番いいのね、一番人が多い時間帯寝てるっていうそ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 う、混んでる時。そうそう、でみんなが練習し終わって夕方から夜9時ぐらいまで練習して、うん、帰って寝てまた早く寝てみたいな感じやったのが、いまだに それになってしまってるの、うん、ちょっと私は別に何もない。何やろ、何かあるかな。なんか今後臭くなっていかへんかは心配。ちょっと気をつけよう、ケアを。こうちゃんの臭くなる時は緊張した時。なんか胃が、うん、なんか緊張したら臭くなるのおもろいな。胃からなんか出てるのは分かる自分で。逆に臭さで緊張してんねやみたいな。そう、胃がもう燃えてるもん。なんか胃が痛くなるって言うじゃん、緊張したら。ああ、言うな。多分それだと思う。それで分泌液みたいなのが怖い怖い燃えてるの。あ、それを
それがいい匂いになったらいいな、逆に分泌液が食事会議ベジタリアンとかキノコばっかり食べてたらいいんじゃん。キノコの匂いになったらどうするじゃあどうでした、こうちゃん、いい夫婦の日に決意を。すごいいい夫婦を再認識しました。あ、いい夫婦やなと思った。いい夫婦やなと、2人でやっぱ楽しめるっていうのは。あ、まあそうやな。そうそうそう、今後もよろしくお願いします。いい夫婦を持続可能性、はい、可能性何持続サステナブルで、サステナブルでいきましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。夜ご飯どうする？夜ご飯何食べたい？お寿司。お寿司にしましょう。いいの？いいよ。やった。じゃあ渋谷まで歩きましょう。はい、はい、もう消費します。どれだけでも渋谷まで 2,30 分歩いて、はい、お寿司食べて帰りましょう。ということで今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。